いくらともデジョンです。今回もね、泊まり木の方からやっていきたいと思います。今回のテーマは、天才ラバル、プラスで純正ラバルですね。今の時代に純正ラバルやってる人なんてね、ほぼほぼいないと思うんですけど、やってる人がいたんでね、そちらの方も紹介させていただこうかなと思います。泊まり木からのリプレイはこれが最後になるかなと思いますので、早速やっていきましょう。早速やっていきましょう。やっぱね、ラバルと言ったら、ヒロヤさんが、まあ、いろんな戦術で入ってますね。トッツビズ、トツヤチャと紹介してきたんですが、天才ラバルの方でも入ってくるというところ。さあ、ここは、しっかりと、クイーン、オデン、ゾウ、レイジタワーと、かなり天才のバリューはでかいですね。7-0 天才決まっていきました。モノリスとイーグル砲がね、固めておいてある配置。ここにリクスケルトンを置くことで、キングに被弾が入らないようにしてるんですが、テスラがかなり生えてきちゃったので火力が高いですね。かなり早いタイミングでフィストを使わされていきつつ、ストライカー。ただここリクスケね、もうスケルトの呪文を置いたことによってかなりタンクができてますね。モノリスって見た目よりあと HP 高いよね。こいつ全然削れん。うん。さあ、そしてウッドランチャーのサポートもあり、どんどんとこの辺のね、ダメージが入っていきました。第1クロスの方も追っていきたいところ。ストライカーの方がいいタイミングで入ってきてくれたので、ウッドランチャーの範囲ダメージで飛んでいってくれました。さあ、そしてそのまま流して9時ですね。9時の方向へロイヤルチャンピオン、クイーンを入れていきたいんですが、クイーンはどうでしょうか？戻っては来ない。が、アイゴレが3、アイゴレとね、この、ギギー君がセットで動いてることで、かなりロイヤルチャンピオンの延命ができてますね。守られている。さあ、もうすでにね、50% を超えるスーサイドができているので、タウンホールは起動しています。さあ、もう一度フリーズかけつつ、オイラバストライカーして、この、ロイヤルチャンピオンも見た、ここのトームをかけていく。さあ、ヘイストが乗ってないが、大丈夫か？間に合っていって、ポイズン、こっちにも打ちましたね。ラバパピーの処理はクイーンのクロークがあるから大丈夫ということで、まあ、ガーゴイルもね、実は紛ってるんですけど、そこも無視。さあ、3時の投石機がむき出しゾーンなんですが、どうだこれは。おでんが完全にクイーンにスイッチしているので、結構しんどい展開。レイジに乗ったマルチ IT が中心部で猛威を振るってますね。クロスが残ってしまった。しかも新品。どうするこれ。さあ、クローク吐いて壁割り促進。ギリギリクロスボウは打てるところなので、こっちしっかり残してたバルーン偉いですね。さあ、ディギー生き残りたい。さあ、ディギー生き残ってクロスボウ、ここでストップさせていく。強すぎる、このディギー偉いですね。ガーズ。さあ、続けてもう一本ヒロヤさん天才ラバル6-1なので、宝石クロスあたりを狙ってくるかなって感じ。まあ、もしくはここですね。モノリスシングル対地。あ、こっちの方が強そうかな。天才だけで言ったら。こっちですね。ここのバリューはかなりいいですね。防衛施設、かなり密集したところ。このまま、おそらくクイーン単体でタウンホールの方に誘導していきつつ、ツーサイド、おー、すごい。キングが、外周部で怒られてる。こんなも、もったいないですね。気をつけてくださいね。皆さんは、このキング。ストライカーのみで処理がされてしまいました。まあ、こういうとこね、ほんと大事なので拾っていきましょう。上が引っ張られそうだったので、インビジブルの呪文を使うことで誘導。もともとプランとしてインビジブル誘導を考えてたかもしれませんね。まあ、キングを処理することで、まあ多分9時に誘導したいんじゃないかなと思います。あー、なるほど。キング通路ロイちゃん9時かな。援軍処理も見つつ。そのためにこのキングを削っておくことで、ロイヤルチャンピオンの伸びがかなりやりやすくなっていくというところ。来ましたね。アイゴレだけ当てていく。アイゴレロイちゃん足していきつつ、さあ流れそうなところ、ベビードラクイーンの方でタウンホールは処理していって、さあフィストを使って援軍の竹ブラしつつ、ロイヤルチャンピオンとかも処理していきたいところ、ポイズンは1枚しかないので、おー、ロイちゃん出てきてくれた。さあ、ロイちゃん処理まではちょっと渋そうかな。キングの方でどうだ？ちょっときつかったが、ボマーが使えるのは強いですね。天才ラバルの強み。突系の編成ではね、積めない兵器がここにあると。さあ、ここ、
スーパーガーゴイルも残ってるので相手の防衛援軍とロイヤルチャンピオンの処理ができてないですね。あとはラバルで押し切っていくしかありません。さあストライカーがロイちゃんの方、クイーンを処理した後にロイヤルチャンピオンに刺さっていきました。ただバルーンの数は十分いますね。防衛援軍が残ってるんですけど圧倒的バルーンの数で押していくような展開が作れている。バルーンの数えぐ。さあオールがパピーに気づいて処理をしてくれつつ、スーパーガーゴイルの方もおでんが殴りってオールガーゴイルが処理をしてくれたと。この誘導とキングの処理とかね、うまかったですね。そこからアドバンテージを取っての前回。さあそして純正ラバル見ていきましょうか。今の時代ってやっぱ天才も強いし、トツビズも強いし、トツアチャも強いしっていうところで、基本的にはね、何かで、そうだね、何かしら先にアドバンテージを取ってからヒーローパートを行う、トツビズなのかトツアチャなのか、兵器で取るのか、まあ、もしくは、天才で、兵器で、呪文の方でアドバンテージを取ってやるスーサイドなのか。まあ、どっちかがね、まあ、基本になってるんですけど、こういう普通の呪文のね、純正タイプのラバル。まあ、これちょっとウッドランチャー型ではあるんですが、こういうのでやっていくのってかなり難しいし、やってる人少ないと思うんでね、すごい強気ですね。まあ、もともと14でもね、ラバルやってる人だったので、まあ、そのままの形でやってるって感じかな。さあ、援軍の方は、エレクトロタイタン。これはスーサイドで拾うには結構ありがたい援軍ですね。さあ、ポイズン2枚採用しっかりしてるので、両サイド。なんなら援軍の、ポイズンロードを駆け回ってるロイヤルチャンピオン、簡単に処理することができて。一旦強いと思わないんだけどな、防衛軍。さあ中心ロイちゃんの方も能力残って、クイーンのねターゲット、これこのまま守れそうなので、スケルトンの呪文打つことで防衛のクイーンとかもクイーンで拾いたいんだけど、あんまり向かってくれない。さあどうだ、フリーズ、これどん、アイゴレのフリーズ、フリーズ2発落ちたような気がするが、さあここもフリーズからのレイジストライカー、トーム。まあ、一応クイーンの方はね、クイーンで触れそうなんですが、当然プランとしてそれはね、かなりヤンキーなので、しっかりと処理用のストライカーをぶん投げていきつつ、ここが強みですね、純正ラバルの。ラバルの方にレイジ2発目を置いていきます。クイーンもクロークを持って、この状況を回ってきて、これめちゃくちゃ強いね。と最終区画にヘイスト使っていって、マルチ IT 残ってますが、ここも駆け抜けていく。いや、強い。ランチャー型ラバル。さあこれちょっとバルーンは落ちそうですが、クローク残ってるのでこのまま押せそうって形かな。あーまあでもこれも強いんだよな。おでんのライフオーラに入ったガーゴイルたちの群れが強いですね。さあガーサス強し。さあもう一発見ていきましょう。純正ラバルシューターセットしてますがというところ、ヘルトンインビジブルでもないからね、すごいよね。ヘルトンインビジブルもね、天才と同じで呪文で最初にアドバンテージを取っていく戦術にはなるんですが、さあここスケルトンの呪文、ちょっとターゲットはほぼ取れてないんですが、ここアイスゴーレムが破裂することによって、まあ、ターゲットちょっと抑えられそう。ただリックスケ2個ポンポンと置いてって、ロイヤルチャンピオンの盾もしてくれつつ、クイーンの盾もしてくれつつってところですね。3ヒーロー、スケルトンの呪文を11で打つことでタンクしてもらうというところ、すごい距離でぶん殴ってくるこいつ。あーいい位置入ったねこれは。クイーンクロック打ちたい、おー危ない、うーんトルネードが邪魔すぎる。うわーちょっと事故ったね。おい。まあまあまあ、でも狙ってたものはね、基本的には壊せてかなって感じ。下側かなり罠固まってましたね。リクスケトルネード。巨爆もめちゃくちゃあるし、ここボマーに切り替えてのラバルパートスタートですね。かなり広く面を取っております。タウンホールの方、当然ケアしなきゃいけないので、タウンホールの方からおでん使いつつ、
攻撃側もレイジが2発あるのがね強みですね。ここはレイジを置いてここでのトーム、しっかりラバハウンドにもかかっている。ボマーの方はね超高火力だったのでちょっと中心部打ち抜かれていき、またヘイスト置いて下側はラバハウンドがタンクするような形。これ援軍なんだったんだ、ポイズン2枚余ってるのが出てきてないって感じなのか、ちょっと見逃したか。さあここ攻撃側のレイジをかなり物騒な地域に置いていって、バルーンが集まっていく、その隙にしっかりストライカーも合わせて処理を行っていきましたね。アイゴレだったんかなこれ、ん？ラバアイゴレかアイゴレ系で援軍が見えてないのか。さあこのままバルーンがシングル IT なので押し切っていけそうですが、うん、ガーグレのサポート待っての前回と、こいつも来つつ、これがね、ね、リックスケルトンを置いて、リックスケルトンの呪文を置いてね、ヒーロー伸ばしていくタイプのスーサイド。久々に見るけど、やっぱいいっすよね。あ、ラバーアイゴレでしたね。が最後出てきての前回でした。さあ、純正ラバル見ていきましょう。結構取ってますね。基本的な呪文構成としては、レイジ2枚、ポイズン2枚、スケルトン2枚、結構ここを固定してやってるみたいですね。純正ラバルって結構自分の形がすごい大事で、結構ね、1枠の呪文もね、いろいろ使って、どれが一番自分に合ってるかみたいなところもね、大事な要素なんですが、ちょっとこれキング盾として入ってほしかった。入らず。が慌ててこれはバルーンカットで間に合うか、うん大丈夫そう。さキングの方にストライク当てつつ、ちょっとねここがねフィストの方が縦に入ってないの。おおレイジこっち置いていく、ヒーローパートへのレイジでこれは伸ばしていく形。さ奥にもう一度スケルトの呪文を使っていって、クイーンにストライカーさしてますね。これによってクイーンロイヤルチャンピオン両方の処理をヒーローパートで終えました。フロクはもうすでに使ってしまってるので、ここで落ちロイヤルチャンピオンの方にユニコーンがスライドしていって、援軍出てくるし、ちょっとめんどくさそう。うーわブーメラン、マルチ先寄ってくれると強すぎる。それはうわ噛み合い、神のターゲット、めちゃくちゃいいターゲット取りましたね今の。ラバボマーを6時側からスタートしていき囲い込んでいくような形。3時の方、サイドカットラバルも通しつつ、対空砲がね、ここ残ってるんで、アイスラバーを中心通していくような形になるかな？サタン、おー、もう、外周で進めていくような形を取りましたね。いや、ポイズンターのポイズンも結構嫌ですが、ここ早めのトームでも、どちらかというとトームをかわす、タウンホールの爆破をかわすというよりは、バルーンを延命するようなトームを打っていきつつ、ポイズンをかわしたバルーンたちが、最後、忍び寄ってくる。さあ、これ完全孤立した対空砲なんですが、アイスラバの方で押し切ってきましたね。さあ、これどうだ？バルーンの数が減ってきている。が、このボマーがやっぱ強いな。さあ、ボマーから出てきた援軍。さあ、アイゴレの方に固められつつ、これでフィニッシュと。空に兵器使えるのがねやっぱね純正ラバルの強みではあるんですが、かなり難しいですね。いいスーサイドガーサス。純正ラバルに関してはこちらが最後のアタックになります。シューター採用、これはシューターぶっ刺さりな配置してますね。えぐいな下側これなんかこの辺に突撃艦ぶっことすのもねなんかおもろそうではありますが、さあなんかもうカオスなことになっているこの火力さあガーゴイルやらなんやらめちゃくちゃあるんですが、ここに対してポイズン2枚採用、リクスケルトンも置いていって、アイゴレもしっかりタンクをしてくれて、なんなら攻撃にレイジもつく。おーおーおーすごい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 。さあさあさあくるくる回っていってフリー、ああここはスケルトンの呪文ですか。ここはフリーズもう一度かけていきつつ、
その隙にシューターが頑張ってますね。いやこれスーサイドで下側ヒーローだけで突破できるのめちゃくちゃでかいですね。さあクイーンタウンホールの方を触れるところまで飛んでまいりまして、キングシングルまでいけちゃう。うわー素晴らしい。シューターの方はちょっとね、さすがにヒーローパートあんなに忙しい中はサポートができずというところ。さあここはロイヤルチャンピオンもドラゴンライダーに合わせていきつつ、ラバルは上からになるかな。そうですね、始まっていきました。結構密集しててね、大工の塊って結構火力高くなりますよね。アイスラバがしっかり対空砲固めていきつつ、中心もかなりすごいなこの配置。さあブーメラン、あーいいブーメラン入ったなこれは。そしてここで絶望のトーム、強すぎる。この超高火力エリアをね、スーサイドパートのみで突破できたのがめちゃくちゃ良かったね。しかもロイちゃん使わないからね、あれを。おーい、素晴らしい。絶対に罠あるでしょってところでね、バルーン1体だけ残してヘイストで走らせてのは罠か以上。まあそこまでする必要はね、正直この余力だったらなかったんですが、ギリギリだった時こういうねテクニックが光りますね。大事になってくるところ。いやいいな、ヒーローパートにレイジ打つサイドちょっとかっこいいよね。さあ天才ラバルに戻ってまいりまして、61型だねこれは。61、しかもスケルトンの呪文も2枚持っているという形のラバル。さあここはマルチ IT 対地クロスポイズンタワー大工小屋、スケルトンの呪文を盾として使っていくようなクイーンがまずは行われて、これはクイーンだけでターンホール見てるんですが、モノリスがもうすごい控えてます。さあクイーンだけで行くにはね、やっぱりね金庫が邪魔すぎるので、スニーゴブも使ってターゲットブラしていくような形。さあもう1枚リックスケルトン使っていくことでターゲット取ってるんですが、ちょっとこれアイゴレの凍結が入らなかったのと、おおバルーンも追加してどんどん削っていく。さあその隙にキングロイちゃんが投石区画、おー痛い。さあこれは封印処理がクロークなしでやりたいよ。 OK、 なんとか対策がかなりされてたので、想定よりも呪文をたくさん使ってしまってる感じはありますかね。もうフリーズ1しかないです。さあタウンホールまでなんとかクローク持っていけたので OK と、対空降りつつポイズンタワーのこれの解除もできそうかな。その隙にラバーボーマーなスタート、いいですね。おでんもそっちにしっかりつけていきつつ、ボマーが強そう。これこのオグニは何用だったんだろう。もうアチャタは回収に入ってますね。マルチ投石があるので、この辺までトームは貯めてヘイストトームを打てれば強いですね。しかもこれまだボマーが残ってる。しっかり、さあここでヘイストトームで罠しっかり解除させつつ、残った攻撃重要防衛説のところまで届けていっての全開カース。ホグ2体はなんか残りましたが、なんか多分目的があったんだろうけど、援軍釣りとか考えてたんかな、ちょっとわかんないですね。さあ本日ラストアタックやっていきたいと思います。ラビスさん、こちらもトツビズだったりの方でね何度か紹介した方ですが、61天才とジャンプが入っているところ、あーこれ61めっちゃ美味しい。やっぱりねまだ14の頃からの配置で甘い配置、モノリスをどこ置けばいいねんみたいなところで、モノリスのね置き場が結構重要施設の隣とかに置いちゃってる人も多かったりするので、そういうところにね天才ってマジで刺さるね。さあジャンプでタウンホール投石エリア援軍もかかるようなところに飛ばしていきつつ、ここヒーローだけ突破できるかって感じですね。縦ユニットはもうすでに消えているので、まあスケルトの呪文を使ってここはロイちゃんを延命するようなイメージ。ポイズンタワーが2個も飛んできて、ヒーローマジでノロノロビーム、ピクシーだっけ。さあロイヤルチャンピオンシングルの方潜り込んでいきつつ、ロイちゃんシングル突破できましたね。ノロノロしてるけどすごい
ちゃっかり突破してる。ちゃっかり突破して、これはだいぶ伸びてるぞ。キング強いな。偉いな、その解除。余計なリクスケ釣らないで。素晴らしい。いいっすね。ここ若干クローク貯めたことで投石の方もこのままクローク状態で触れるような形が取れました。さあこれ中心投石2本タンフォールまでヒーローパッドで取れたら十分ですね。さあマルチの方フリーズかけていきつつ、あ、この編成すごいな。ラバルパートに呪文がヘイストとかそういうものも一切ないんですね。もうヒーローパートに割と重きを置いたような形。スケルトンの呪文だったり、インビジブルだったりね。まあ、かなり、ヒーローパートでね、削るとこ見てましたもんね。タウンホールプラスでっていう感じで。いやー、ボマーが強いなー。強いねー。最近ね、トツビズとかトツアチャとかね、兵器を使うラバルをずっと見てたんですけど、今日は逆に、純正ラバル、天才ラバルっていうところで、兵器が自由に使えるね、ラバルを見てったんですけど、こうやってみるとやっぱ兵器の力が、兵器の使えるラバル強いっすね。まあその分ね、ヒーローパートが割とシンプルになりやすいので難しいラバルになっちゃうんですけど、すごくうまかったですね。はい、というわけでね、今回はこちら天才ラバルと純正ラバルをかなり見てきましたが、いかがだったでしょうか。トツイズとかね、トツアチャと違うところはやっぱ兵器が使えるところっていうのが一番大きなところなんですが、やっぱヒーローパートをね、伸ばしていくためにスケルトンの呪文を採用する人が多いですね。この辺もレジェンド編成に入ってないからっていう理由も大きいと思うんですけど、そういうところも結構違いですよね。兵器のサポートがヒーローパートにないんですよ、逆に言うと。なのでまあ逆に呪文でちょっとサポートしてあげてね、やらないと厳しい。まあ考え方の違いみたいな、戦術的に違いが出ますよね。先にヒーローのサポートする兵器を使うか、呪文でサポートして、あとラバルで兵器でサポートするかみたいな。まあ配置によってね、いろいろ使い分けが大事になってきます。ヒロヤさんなんかはね、トツイズ、トツアチャ、もういろんなものでご紹介しましたが、いろんな形でラバル全開取ってましたね。すごいね。逆にスケルトンインビジブル系の攻めは一本もなかったんですよね。まあ全開になってないものでもしかしたらあったかもしれないんですけど、全開になったものの中にはね、なかったんで。まあ結構回廊とかになると、回廊相手にね、そんなスケルトンインビジブル、あんまり刺さりづらかったりする。それぐらいなら天才ラバルとかも強いし、配置によりけりってところはあると思うんですが、ここ数日ね、泊まり木さんにリプレイ提供いただき見てったんですが、いかがだったでしょうか。クイーンウォーカーズ以外のね、攻めもね、非常に本当やっぱ日本ってレベルが高いので、うまいリプレイ多かったですよね。もっともっとね、日本の強さっていうところをね、世界に知ってほしいところではありますね。はい、というわけでね、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。